ブラジルの教育では、ブラジル連邦共和国の教育について述べる。イエズス会の紋章。1500年に、ペドロ・アルバレス・カブラルが発見するまでのブラジルは、先住民が無文字社会を築いていたが、ポルトガルによる植民地化によって、現在にまで続くブラジルにおける教育の歴史も始まった。1549年に、初代総督、トメデ・ソウザともに、 イエズス会イマヌエル・ダノー・ブレガがブラジルに上陸し、以降の植民地時代の教育事業は、主に彼らイエズス会によって担われることになった。イエズス会は各地にコレジオを建設し、カトリックの布教と共に、インディオや植民地の指定に対して、読み書きや計算を教えた。植民地時代において、イエズス会以外に知的活動の媒介者は存在せず、また、 アメリカ大陸各地に大学を建設したスペイン王権とは異なり、ポルトガル王権はポルトガル領ブラジルでの知識人層の形成を恐れたため、ブラジルでは植民地時代を通して大学は建設されなかった。1754年から始まったグアラニー戦争とそれに伴う1759年のポンバル公尺によるブラジルからのイエズス会追放は結果として ブラジルにおける教育の空白化を進めてしまった。追放後の空白は独立まで啓蒙思想に近いオラトリオ界が埋めることになった。1808年にナポレオン戦争の影響によってリスボンから脱出したポルトガル宮廷がリオデジャネイロに移転し、ブラジル再発見の時代が訪れると、それまで教育が顧みられてこなかったブラジルにも1八百八年に王立印刷所、 王立海軍士官学校、医学学校、1810年には、図書館、王立陸軍士官学校など、実用的な各種高等専門学校や教育機関の設立が進んだ。1822年の訂正成立後は、1827年に、サンパウロとレシーフェに法学コースが設立され、1854年に、 放課大学に再編されるなど、国内のエリートを養成するための高等教育の拡充が進められたが、高等教育に変調した、教育政策を取りながらもこれらの高等専門、教育機関を再編した大学の設立は、訂正が崩壊するまで実現せず、また、技術教育には関心が払われなかった。これらの高等専門教育機関の中でも、陸軍士官学校は、 数学や哲学、文学を教える機関となり、1889年の共和性革命のイデオロギー的背景となった実証主義と共和主義の影響力は陸軍士官学校から拡大したものであった。パウロ・フレーレ。一方、平世紀には民衆教育への配慮は低く、初等教育や中等教育への法令は存在したものの、極めて実効性に乏しいものとなった。 1872年に実施されたブラジル発のセンサスによれば当時の自由人の非識自立は80%に達し奴隷に至っては99.9%に達していたこの数値の改善は共和制革命後も進まず1890年の非識自立は 67.2%1920 年の非識自立は60.1%と高い水準に 止まった。1930年にバルガスの革命によって、旧共和制が崩壊すると、1930年代には、大統領として国家の改造を行ったバルガスと、教育省のフランシスコ・カンポス、グスタボ・カパネーマによって、中等教育の制度の見直しと高等教育の拡充が図られ、サンパウロ大学、連邦区大学などの連邦大学、州立大学が設立された。 第二次世界大戦後は1947年の成人教育キャンペーンなどの識字運動が進められ、1960年代にはゴラール政権下で活躍したパウロ・フレーレの意識化を軸とする識字キャンペーンが全国各地で進められたが、1964年のブラジル・クーデター後の軍事政権は、フレーレの目指した低開発の克服のための敷地教育という、 方向性を否定し、1967年の中央集権的なブラジル式事運動など完成の運動にとって変わられた。1985年の民政移管後、式事運動は停滞し、カルドーゾ政権下の1996年に制定された国家教育指針基本法も運用面では大きな成果を上げることはできなかったが、2003年に、 成立した労働者等のルーラ政権下では2003年に開始されたブラジル式児プログラムなどによって成人非式児者への教育が積極的に推進されている。ブラジルと各国の教育制度グラフ1988年憲法第205条によって教育が普遍的な権利であると定められ第206条によって教育の民主的管理が定められている。 現行の教育制度は1971年に確立され、1996年制定の国家教育指針基本法によって現在のものに改められた。国家教育基本法によれば義務教育期間は8年間だったが、2006年制定の法律第1万1274号により、2010年までに9年間に移行することが定められた。そのため、 学生は5から4から3から4世である。1988年憲法第206条には、公教育の無償が規定されており、公立学校は幼稚園から大学まで学費が無償となっている。0歳から3歳までが乳児園4歳から5歳までが幼稚園と規定されている。初等教育は幼稚園の最終年から、初等学校の4年生までの5年間であり、 1971年から1996年までは第一家庭と呼ばれていた。初等教育は国家教育指針基本法によれば年間最低授業日数は200日、授業時間は800時間以上と定められている。留年制度が厳しく、1996年には初等学校全体で18%が留年し、ラテンアメリカ全体で最高の数値となった。 2005年度の初等教育の総修学率は121.0%、準修学率は94.7%であった。前期中等教育は、初等学校の5年生から8年生までの4年間であり、1971年から1996年までは、第二課程と呼ばれていた。後期中等教育は、普通科においては15歳から17歳までの3年間。 専門課程は4年間である。普通科の他に技術学校が存在する。完成の学校の他に大学受験者に対しては民間経営の苦しい女が大学受験のためのカリキュラムを提供している。2005年度の中等教育の総修学率は89.9%、準修学率は46.7%であった。パラナ連邦大学国立アマゾナス。 大学中等教育を終えた者は、大学入学試験に合格すれば、大学に進学することが可能であり、学部は4年生から6年生、修士課程は2年生から4年生、博士課程は4年生から6年生となっている。2005年度の高等教育の総学修学率は28.3%、準修学率は11.7%であった。1909年に、 国立アマゾナス大学が設立され、ブラジル最古の公立大学となった。私立大学においては、サンパウロ州のマッケンジー大学が、日本の早稲田大学や慶応義塾大学に匹敵するような比較的レベルの高い機関として知られている。1999年に国家教育審議会によって、 先住民に対する教育カテゴリーが制度化され、先住民としてのアイデンティティの再確立や歴史の再構築を保障した先住民教育が実現しつつある。2005年には全土で2323 23校の先住民学校が存在した。2005年度のブラジルの15歳以上の人口の非識字率は10.9%、 機能的指揮自律は23.5%と未だに高い水準にある。背景には国内の貧困に生もとする初等教育における不就学や2000年度に全土で41.7%に達した標準年齢以上の生徒のように留年率や中退率が高いことなどが存在するとみられる。ブラジルの学力レベルは決して高い水準にあるとは言えず、 2001年度の中等教育3年生の42.17%のポルトガル語の学力が非常に危機的、危機的であり 52.、52.54%の中程度を挟み、適切は5.34%に過ぎない。初等教育や中等教育においては、公立学校の教育レベルは低く、保護者は積極的に指定を私立学校に通わせようとする傾向があるが、 一方で高等教育においてはこの構図は逆転し、無償で教育レベルの高い公立大学と優勝で、教育レベルの低い私立大学に二分化し、私立学校に通い質の高い教育を受けた生徒が、無償の公立大学に、公立学校に通い余り質の高くない教育を受けた生徒が、優勝の私立大学に通う傾向があるというねじれ、現象が発生している。ありがとうございます。